日本共産党の高橋千鶴子です。質問に先立ちまして、本日10月23日は新潟県中越地震から10周年であります。2004年10月23日17時56分マグニチュード 6.8 最大震度7の地震により48名が死亡、重軽傷者は4794名にも上りました。改めて心からお悔やみとお見舞いを申し上げたいと思います。中山間地での大地震という新たな課題を突きつけました。新潟県によると震源地に近い地滑り危険箇所は299箇所指定しておりましたが、うち195箇所、実に 65.2% が崩れたということに大変驚きます。多くの教訓を残し制度の見直しにもつながりました。ぜひ8月の広島土砂災害も含め今後の防災減災に生かしていくことができるように強く求めたいと思います。さて資料の1枚目見ていただきたいんですけれども、国土交通省は広島の土砂災害を受けて土砂災害危険箇所における警戒避難体制の緊急点検について、これを9月2日に発出し、ここにある17日にその緊急周知の実施状況を公表いたしました。これ全国の市町村のうち危険な場所の位置について、99.9% が周知をしている。しかし、避難経路については、24% しか周知していない。こういうふうにこう読めるわけですね。で、これ私、広島の被災地を歩いていた日にこの記事を見て、非常に驚きました。つまり、100% に近いくらいの人が知ってるのかということ。でも、知ってても避難経路わからないなら、これは困ったことだと、どうなるのかと。いうことを思ったわけです。そこで国土交通省に確認しますが、これを実は知ってるという意味ではなくて、周知を始めたという意味、あくまでも緊急点検でありますからね、どういう意味なのかを具体的に、しかし簡潔にお願いしたいのと、これを今後どう活用するのか伺います。国土交通省池内水管理国土保全局長。お答えいたします。今般の広島市での土砂災害を受けまして危険箇所の周知を行うよう9月2日に都道府県要請を行いました。その結果、土砂災害危険箇所もしくは土砂災害警戒区域を有する市町村のうち 99.9% の市町村が危険な箇所の位置について住民の周知の取り組みを開始したとの報告を受けております。一方は避難場所、避難経路等の避難体制についての周知が十分でない市町村があることから、今回の結果を踏まえまして、危険箇所の位置の周知、避難体制等の充実について、引き続き都道府県に対して要請を行っていきたいと考えております。以上でございます。高橋千鶴子君。今開始したというところに力を込めましたので、まだ始まったんだと、 99.9% が知っているというわけではないということで、しかし大事なことですので、住民に対する周知、下の方に書いているようにホームページや回覧板、いろんな手段を使ってやっていくんだというふうなこと、また2枚目には都道府県別 の内訳もつけておりますので、ここは徹底をお願いしたい、このように思います。さて次にですね、8月20日未明の広島の土砂災害、74名が犠牲になり、土砂災害においては過去30年間で最大の犠牲となりました。でこれを受けて本日もこの後の本会議で審議入りする土砂災害防止法の改正案提出されておりますし、すでに全国の自治体でもさまざまな警戒区域の指定や計画の見直しなどが取り組まれていると思います。でよく指摘されるのは、この土砂災害危険箇所っていうのが、全国52万5307箇所以上あるのに対して、警戒区域、特別区域などに指定されているのが、まだ35万4769箇所に過ぎないということが指摘をされ、特に広島でも指定が非常に遅れているということが言われているわけなんですね。しかし、それはなぜなのかと、住民が抵抗するからなんだとか、そういう話だけにしてはやっぱりならないと思うんです。そこでまず伺いますが、警戒区域指定に必要な基礎調査、これは砂防予算の中でどのくらい見ているのでしょうか。国土交通省池内水管理国土保全局長。
お答えいたします。気象庁舎につきましては防災安全交付金により措置しているところでございます。防災安全交付金につきましては個別事業ごとではなく地方公共団体が策定されます計画ごとに予算を配分し、計画に位置づけられた事業の範囲内で地方公共団体が自由に交付金を充当することができる仕組みとなっております。このため防災安全交付金に関わる計画の一部として実際という基礎調査の予算については切り分けられておりません。以上でございます。はい、高橋千鶴子君。はい、交付金になったことで使い勝手が良くなったとかいろんなことはあると思うんです。ただやはりこの施策をするためにはどのように使われているのか、そこを把握しなければやはりできないと思うんですね。で資料の4枚目に砂防関係予算の推移、これをつけておきました。で左側、砂防関係予算直轄補助計となってて、26年度は、955億、5100万円、しかしこれも、交付金に関わる、社会資本整備総合交付金に関わる部分は外に出ているので、極端に減っているように見えるわけですよね、でも実際はそうではないということで、で基礎調査の予算については、平成21年度は132億まであったわけですけれども、その下がないと、つまりどのくらいになったかわからない、防災安全交付金で出していることにはなっているんだけれども、まあ、実態が使われていないということなんですね。そうすると、まあ、今回土砂災害防止法の改正案では、基礎調査の結果について公表することを義務付けております。しかも、それがかんばしくなければ国が指導するとまで言ってるんですね。なのに、実際にはどれだけかかっているのかが分かってないというのは、いかにも問題であるということで、基礎調査がどれだけできているのか、実態把握、目標を明確にして、またそれに関わる財政支援も引き上げるべきだと思いますが、いかがでしょうか。上野国土交通大臣政務官。議員ご指摘のとおり、基礎調査の実態というものを的確に把握をいたします、把握をし、目標を明確にすると、その上で進捗管理を行うということは極めて重要だと考えております。そのため、これまで都道府県ごとの基礎調査の実態実施数を把握しておりましたけれども、今後はさらにその実施目標、それからその進捗状況につきまして、しっかりと把握をし、公表をさせていただきたいと考えています。また基礎調査を推進する都道府県につきましては防災安全交付金により積極的に支援をしてまいりたいと思います。高橋千鶴子君。まあ、積極的に支援と、まあ、具体的なことをおっしゃらなかったんですけれどもね、国庫負担割合については、まあ、私の手元にあるだけでも広島市をはじめ北海道釧路市余市町埼玉県議会北海道議会などで増額を求める意見書が出ております。また平成23年7月の国土交通省水管理国土保全局砂防部が提案を出しております今後の土砂災害対策の方向性、この中でも、東日本大震災を踏まえて観測体制などいろいろ書いている中で基礎調査などの迅速な実施のために一時的に財政負担が増大することを念頭に被災地域における基礎調査に要する経費の地方負担の軽減に努めると明記をされているわけです。3年前にすでにね、この立場でやっていくんだということで確認をしたい。上野国土交通大臣政務官。まあ、基礎調査は非常に大事でございますので、まあ、その早期実施を促すという観点から、まあ、国としてできることをやるということで、まずはその所有する地形データの提供等々を行っていきたいと思います。財政支援のあり方につきましては、まあ、いろんな議論があろうかと思いますが、まあ、一方ですでに実施をしていただいている都道府県とのバランス等も考慮しなければいけませんので、その点も含めまして十分に検討してまいりたいと思います。高橋千鶴子君。これからは義務付けになって、ますます自治体の責任が問われるわけですよね。それで国は、それこそさっきも口は出すけどって話がありましたけれども、市町村だけは責められることになってくるわけですよ。やって公表したら下で通してくれるんだということになるし、しなければしないで国からも責められる。そこを本当に進めるためには、もっと
力強い支援が必要であります。でそれ8月26日付の北海道新聞、これ資料の3を見てください。警戒区域ハードル検証というふうにあるんですけれども、これあの北海道が、まあ、全国で一番警戒区域の指定率が悪いんですね。 12% になっております。そして危険箇所が多い順が載っているんですけれども、まあ、札幌を皮切りに礼文、これも8月に死亡事故がありました。そこも危険箇所239のうち指定はゼロなわけですね。でこれをこう下の方を読んでいただくとね、やっぱり調査が終了しながら指定に至っていない箇所も多いことや、費用や時間がかかりすぎるということがやっぱり大事な指摘だと思うんです。で急遽聞き取りをしてみたんですけれども、例えば 100% だと言われている青森県は危険箇所数の調査を昨年すでに上回って、今年の686箇所を足すと 117% 基礎調査をやったことになります。で新潟県も今年度を足しますと 118% になるんですね。ところが広島県は今年度の予定1200箇所もある。それでも5割にいかない。北海道はまして2割にいかない、ようやく2割というところまでしかいかないんです。やっぱり圧倒的にね、広くて多いということがあると思うんです。調査経費は120万、日数が20日間かかっているということです。体制的にも財政だけでなく人的体制という点でも非常に大変だと思います。でその上で、ね、基礎調査を終了しているけれども未指定が823件、広島では、2559件残されております。なのでここを本当にさっき言ったように支援していくと同時に、公表した後の円滑なこう指定に、ね、移行できなければさらに大変なことになるわけですが、どのように支援していくのか。上野国土交通大臣政務官。議員ご指摘のとおり、警戒区域の指定の後に調査の後に警戒区域の指定ということになるわけでございますが、現在都道府県におきましては住民説明会を鋭意開催をしていただきまして、地域住民の皆さんのご理解を得られるように努めているところでございますが、そのために一方で時間を要しているという面もございます。私どもといたしましては市町村長さん、あるいは住民の皆さんにこの法律の趣旨というものを十分にご説明をいたしまして、区域指定少しでも早められるように努力をしてまいりたいと考えています。そのため区域指定が遅れております都道府県に対しましては、先進事例これを幅広く提供したり、あるいは必要に応じて専門家を派遣をして、そうした面で幅広く支援を行ってまいりたいと考えているところでございます。高橋千鶴子君。先ほど読み上げた国交省の資料の中でも、保全対象が5個以上の土砂災害危険箇所に限ってみても、整備水準はまだ2割であるという点で非常に遅れているけれども、財政的にもね、さまざまな困難があるということを指摘をしております。ですから住民の理解を得るということの前提にね、やっぱり国として本当にこの、危険箇所のへの理解を進めることや、あるいは移転の際の要件緩和の支援というのは思い切って取り組むべきではないか、また自治体の方からは、危険箇所に指定された時の警戒区域に指定されたときの住宅の補強というふうな提案もされておりますけれども、そうしたことも総合的に議論をしていくことと、今日は時間がないので言い切りにしますけれど、開発者 の任務ですとかね、開発規制を厳格にすると同時に任務をどう見ていくのかと、そうした課題もしっかりと整理をして、なんかこう住民が抵抗するからっていうだけの話にしないようにお願いをしたいと思います。で次にですね、資料の5枚目、昨日のこれ、東京新聞ですけれども、会計検査院が初めてダムの維持管理について調査を行ったと。でこれは10月21日、国土交通大臣について、改善処置を要請した件について報じています。で防災ダム治水低下というふうにコメントがあるんですが、国直轄と補助ダムの23道県106箇所を調査したときに、いわゆる100年間土砂が堆積しても大丈夫だということが、基本で設計されていることになっているんですが、計画容量を大きく上回って、60年をでもうオーバーしているところが20箇所以上あるというふうなことが報道されています。ただ土砂の
ことだけではないんですね、今回点検したのは。実際の報告には、資料の6にその内訳つけてあります。どこが指摘されたのかと、どこの県のどこのダムが指摘をされたのかということをつけてありますけれども、継続が3年以上もやられてないとか、修繕が3年以上やられてないとか、それから先ほど来ずっと通報なとかね、連携のことが議論されているにもかかわらず、ダムの、ダム店のところに添えられている地震計と、ダム管理者にこう情報を送る自動情報装置が接続されていないなど、いずれも維持管理に重大な不備が指摘をされているわけです。そうするとですね、災害の、大きさによっては、そのダムが洪水調節機能を果たせないばかりか、逆に被害を大きくする場合もあるということにならないでしょうか。国土交通省としての受け止めと、今後の対応を伺いたいと思います。上野国土交通大臣政務官。国土交通省が所管をいたしますダム、多目的ダムにつきましては、一般的に洪水調節容量、利水容量、そして代謝容量を確保しているところでございます。代謝容量につきましては、原則100年間で堆積すると見込まれる容量を確保しております。また土砂が洪水調節容量の部分にも堆積することも考慮いたしまして、その洪水調節容量のところには一般的には2割程度の余裕を見込んでいるところでございます。今般会計検査院の方からご指摘をいただきました、ダムの洪水調節容量内に代謝があると指摘された106のダム、議員ご指摘のとおりでございますが、これにつきまして今現在精査中でございます。ただ今しがた申しましたように、その洪水調節容量にはあらかじめ一定の容量を見込んでいるというようなこと、あるいはすでに代謝対策を実施をしているダムもあるというようなことがございますので、そうした点を考慮いたしますと、今後代謝対策を新たに検討し着手すべきダムにつきましては、極めて限定的だろうというふうに認識をしているところでございます。そして、いずれにいたしましても、先ほどご指摘のあった会計検査院の指摘の中の維持管理の点での不備等につきましては、これは道府県、管理のダムということになりますが、そうした面につきましても、国交省としてしっかりと、見ていきたいと、そして促していきたいというふうに考えているところでございます。高橋智津子君。はい、最後にこの問題で大臣に見解を伺いたいと思うんです。今ね、答弁があったんですけれど、確かにダムの計画容量ということは、大概のところで見込みが甘いんじゃないかとか、いろんな議論があります。ただ今それを議論しているのではないんです。できることがあるだろうと指摘されていることをどう受け止めるのかということを言っているんですね。でこの新聞の絵を見ても分かるように、土砂のがこのもう水に浸かっていないその斜面のところからもうすでに土砂が堆積していってね、そこからこう水平に上ってくるわけではないんだと。そうすると見えているところを処理していけば、もっと維持管理というのは楽にお金をかけずにできるんではないか、こういうことも改めてこう思ったわけです。脇からこう攻められてきて容量が狭まっている、そういう指摘が今あったわけです。ましてね、計測が3年以上やってないとか、そうしたことは非常にやっぱり重大ではないかと思うんです。ですからこういう放置はしておいてはね、やっぱり災害を大きくすることにもなるんだという視点で、今回は国直轄と補助ダムという国土交通省所管のね、極めて限定的でかつ大きなダムが対象でありました。しかし実際には農水省所管ですとか電力会社のダムなどさまざまなダムがあります。こういう視点をやっぱり全体に展開をして点検維持管理対策を強めるべきと思いますが、一言いただきます。山谷国務大臣。会計検査院が国土交通大臣に対しダムの維持管理にかかる改善処置を要求したことは承知しております。ダムのような大規模構造物について適切に点検維持管理がなされることは防災対策上重要と考えておりまして、農林水産省所管のダムや電力会社のダムなどについても同様だと考えております。このため関係検査院の改善処置の要求の趣旨を踏まえ、これらのダムなどの点検維持管理が適切になされるよう関係省庁働きかけてまいりたいと思います。高橋智津子君。終わります。